梶田君は、はい、ラジオって聞いてたのかい小さい時。ああ、俺がラジオ聞き始めたのって大体高校生くらいですね。それ以前は一切聞いたことなかったです。ラジオの電波の届かないところに住んでた。イエス。なぜなら日本じゃなかったんで、入れてもなんかわけのわからん言語でしかない。お前のとこの言葉だろ。あの日本でもね、うん、もう最近だとないのかな。あるか、やっぱり混戦しますよね。韓国語だったり、そう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 、中国のだったり、いろいろ入るもんね。ありますあります、うん、だからまあ聞いてて楽しいもんじゃなかったんで言葉は。逆に日本のを聞けたりはしないの？試したことはなかったっすけど、もしかしたら可能だったかもしれないです。位置的にあの上海だったんで、日本と極めて近いんですよ。場所的には場所によって、なんかの方放送は聞こえたかもしれない。聞こえたかもしれないですね。あ、まあ高校入ってなんかアニスパとか聞いてましたけどね。アニスパ、うん、アニスパップ、今はなきアニスパップ、今はなきアニスパップの、ね、文化放送でこうしてラジオやってる不思議なもんですけどね。そうだな、確かに。俺はね、ふとね、あの小さい時にラジオ、まあ、そんなにうちの方、香川県の方に入る曲もなかったから、何を聞いてた、特にアニラジとかは覚えてないんだけど、ふと思ったらね、このラジオ、スターラジオシャーナメです、俺が小さい時聞いてたラジオと方向性違うなって。もっと楽しいラジオいっぱいあったなって。ちょっと待ってください。それ唐突な番組批判。そういうつもりじゃないんですけど、唐突な解雇主義からの。ちなみに何のラジオだったんですか、その楽しいラジオっていうのは。全く覚えてないんですけど、小さい時聞いてたやつはよくドラマが入ってましたね。声優さんが出てるようなやつ。ラジオドラマですね。ラジオドラマがあったり、はい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 、なんか5分ぐらいの。わかりますわかります。でね、まあパーソナリティさんがそれに向けて話し振って、あと雑談したりとかさ、あと何だっけな、聞いたことあるの、山寺さんのラジオを一回聞いた時に面白かったよ。一人でずっと喋ってたよ、当たり前だけど一人ラジオだから。まあソロラジオでお便りとか読んで返してるってことか。一人でずっとお便り読んでたかな。一人でずっと喋ってんだけど、あの何だろう、一人じゃないみたいにやってんの。すごくないですか。でドラマパートあんの、一人で全部やってんの。すごいな。俺が2、3回しか聞いたことないんだけど、俺が聞いたのはカーナビと喋るっていうのをやってて、超面白そうな企画。そう、山寺さんが自分で声やってるカーナビと、自分自身でなんか会社の部長が喋ったらカーナビがちょっと返し出すみたいな。面白い、それ企画。でもなんかラジオドラマ世代ってあるみたいで、長岡さん、杉田さん大体同世代じゃないですか。そうだね。杉田さんもそのラジオドラマがあった頃のラジオが忘れられずに、そうかも、ね、ずっとアニラでラジオドラマ入れてるじゃないですか。あいつの場合は特に実家がね、あの関東だから、この QR 文化放送とか聞けてたんだろうしね、でしょうね。うちの方は文化放送はね、頑張ったら、謎の言語と同時に聞こえてた。混戦しとるんですね。混戦しながら、でも聞こえてたよ、頑張れば。場所によるけど。ああ、そっか。俺の場合は、強制ラジオドラマ世代だったんですよ。強制？テレビをラジオで聞くっていう。テレビがなかった。ああ、あるね。そう。あのテレビがない場所は最初やった時ちょっと感動がない、独特の感動が。まあわかります。テレビが音だけで聞こえるって。俺はね、あのガンダムシード音だけでしたからね。あれちょっと待って、そんなに前じゃねえぞ。ちょっと待って、そんな前じゃねえ。いやいや、長尾さん、振り返ってみるとガンダムシードってもう10年以上前ですよ。いやいや、10年以上、10年っていうか、あれもう20年近いんじゃないの。嘘、そんなにいたしました。まあそこまで行ってない、でも15年ぐらい前だから。いやいや、もう本当にね、俺にとってスクールランブルとガンダムシードは音で聞くもんでしたから。ガンダムシードって音で分かる？分かんないですね。もう宇宙船の時とかもわけ分かんない。ガンダムって言ったらなんかピュマピュマみたいな、ピュワーって言ってるだけで。そう誰かが、それそれですよ。でもテレビないからアニメを触れるにはそれしかなかった。あ、そうかそうか、うん、はい、それでは早速始めていきます。スターラジオシャーアナムネス、最後までよろしくお願いします。改めまして、中村雄一です。マフィア梶田です。まあ、近況ラジオね、そう、テレビを聞くっていうのは僕は小さい時やりましたね。ラジオでテレビを聞くは。その頃もテレビの電波ってラジオに入ったんですか？ね、入り出した頃なのよ。だから小さい時テレビ買ってもらえないじゃん、自分専用で。それで梶田くんとまあ一緒なんだけど、仕方なくアニメをラジオで聞く、音だけで楽しむとかはね、あったし、あと、俺らの世代だと、カセットブックみたいな、
あのテレビのやつアニメほぼそのまんまの音声だけ抜いたような、うん、あれ、うん、オフィシャルだよね、うんうん、日本コロンビアさんとかから出てたと思うんですけども、うん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 、そういうのが売られてて、うん、カセットテープでそのアニメの話数っぽいやつ、うん、もうガンガン水入ってて何が起きてるか、ま、さっぱりわかんないんだよ。それはまだビデオが高価だった時代ですか。うんっていうか、まあ、ビデオテープで買うっつっても1話あたり高かったな、当時は。高かった時代なんですね。だからカセットはまだ生き残ってたと。ああ、そうそう、うん。音だけでも需要があったし、うん、CD になってもしばらく出てたよ、うん、そういうの。名エピソードみたいなやつだけを CD に音声トラックとして入れてるっていうのは。はあ、やっぱ人間の想像力に頼った、なんていうかコンテンツではありますけれども、ね、ビデオ、あのね、アニメのビデオとかが割と買われるようになったの、うん、多分エヴァンゲリオンからだよ。ああ。ビデオテープだったけど、当時も。LD とビデオだったけど、はいはいはい、あれ、あの辺から、まあ2話6000円ぐらいだって高かったけど、うん、でもなんか買って集めようみたいなのが増え出した。レンタルじゃなくてっていうのが。確かにそうだ。うん。ちなみに小さい頃、その、聞いてたアニメってのは何だったの、世代的に。何聞いたっけな。何のアニメを聞いてたんですか、その時は。特に意識もしてないんじゃないか。狼少年剣とかですか。俺どこにいるの。そんなものやってないんですよ。さすがにやってねえよ。エイトマンですか？エイトマン？白黒だよね。ちょっと前すぎました。俺、自分より前の世代ってちょっと、実は、踏み切れないところがあって。エイトマンやってませんよ。じゃあもうちょい後の世代になって、うん、カラーのジャングル大帝とかですか？カラーのはいらないよ。もう気がついたカラーだったよ。そう天然色だったよ。なるほど。ジャングル大帝以後ですね。ジャングル大帝以後だね。うん、大体のやつじゃないか、じゃあ。なんだろう、その世代って。俺が、ああ、そうね。ドラゴンボールの初代が小学生の時やってたね。じゃあ、そのくらい。あられちゃんとかがリアルタイムじゃないぐらい、ギリギリないぐらい。ああ。やってるけど、もう見てないね。なるほどね。そういうの。見てなかったですね。ドラゴンボールと同時期のアニメってどんなのあったっけなぁ。なんか散々このラジオ始まった頃ずっと話してたぞ、そんなの。幽遊白書だとかさ、幽遊白書ちょっと後だけどさ、うん、まあ、ガンダムはね、うん、うちだと入らなかったんですよ。入らなかったっすか？リアルタイムの放送が。そう。今作家ガンダムって書いてるんですけど。はいはいはい。だからガンダムは再放送でしか見たことがないのね。じゃあ、香川で映るアニメと映らないアニメがあったんですね。当然あるよ。香川でも映るアニメっていうのは、キテレツ大百科とか、うん、キテレツ大百科映ってたね。フジテレビ系列は。間違いない。割と来てたかな。うん。ドラえもん。ドラえもんはやってるだろ。あ、それ、カジャ君ちょっと言い過ぎよ。ドラとサザエは、もう、大体のとこやって、NHK に次ぐ聴取率そうか。やってるって。ドラとサザエは大体のとこ映るか、うん。うん。やってますよ。なるほど。いや、でもちょっと共有できて嬉しかったですよ。音で聞くっていうの、ね。音はね。この、なんかこう、うん、なんかこう、不便利な時代特有のものではありましたけれども、ね、今じゃ携帯で見れちゃうから、はい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 、俺もまだ言うてもまだ若い世代ですけれど、うん、それでもまだそういう経験したから。それこそ今の高校生とかの子たちって、うん、まあこれラジオで話す内容じゃないけど、ラジオとか聞くのかなって思うもんね。いや、本当に微妙なんすよ、ね。これは一応ウェブで、だからあれだけどね、電波のね、うんうん、やつ難しいよな。大体ラジオに娯楽性を見出すっていう時代って、ね、どうなんだろうね、その映像がないからね。うん、そう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 、うん。それを楽しめる世代なのかどうなのか。でもやっぱり、いつの時代もラジオ聞いてるのは俺ひねくれ者だと思いますよ。お、すごい痛烈な言葉が出てる。うん。アニメとアイドル好きは聞く。ああ、なるほど。確かに、そういうところはあるかも。やっぱこれひねくれ者しかいない。うん、やっぱこういう人たちこそ共感を得られるんですよ。ああ、うん。ひねくれてるから。ゲームのラジオやってますね、今、うん、こういうこと言いたくないですけど、ゲームってあんまラジオ向かないよね。うん、まあそれはその通りですね、もう。操作感がやっぱ楽しいものだからさ、うん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 。音だけでお伝えするのは難しいものね。もう聞いて何するものぞって思いますからね。俺の小さい時からゲームのラジオってあったわけ。うん、ツインビーのラジオとかあったの。人気があったやつ。俺、それなんか都市伝説的にあるって聞いてはいたんですけれども、うん、何の話をしてるんですか？いや、結構人気だったよ。ツインビーの話。高田真理子さんのやつ、うん。ツインビーの話をするんですか？ツインビーの話なんかしないんじゃない？じゃあ、ラジオ社と同じっすね。あ、そうそうそう。うん、あ、なんか、俺ら古き良き部分を活かしてた。ほらほらほら。そんなね、古き良きって言いますとね、僕は最近、あるドラマを見てるんですよ。何ですか？また。当ててごらん。またあれですか？また昔の、ジャニーズとかが出てるやつですか？じゃあ。うん、
ジャニーズ出てんのかな。ジャニーズはあんまり記憶にないですね。なんだ、昔ちょっと漂流教室。そんな昔じゃないね、漂流教室って。え、じゃあもっと昔？漂流教室ってあれだよね。久保塚くんとかが出てたやつ。あ、いやいや、もっと昔です。俺が小さい時、小学生ぐらいの時見てたやつ。え、家なき子。正解。イエーイ。どういうつながり、俺らの心のつながり方どうなってんの？わかんない、わかんない。マインドみたいな。あのね、俺も全話見たんですよ、稲垣子。あ、ほんと？いつ？俺小学生くらいの頃に DVD 全部買って。ああ、買って？全部。あれな、今見ると、怒涛の展開すぎてさ。やばいっすよね。1話あたりの密度が濃いな。1話目で起きた事件がさ、うん、なんだ？自分の家に火を放つ。お父さんを警察に売る、介護施設からお金を盗む、なんか相当のことをやらかしてんだよね。やばかったっすよね。密度濃すぎてよ。うん。ほら、先生の前でパンツ脱いで。先生じゃない。え？おまわりさん。おまわりさんの前でしたっけ、あれ。要は、介護施設からお金を盗んだのを捕まって、警察が来て、警察にもうこんなことしたらダメだぞって言ったら、うるせえよって言い返し出して、このバカ野郎って引っ叩かれた瞬間に、急にパンツを脱いで、ああ、そっか、そんな。泣いたらみんなが入ってきて、どうしたどうしたって入ってきて、この人が黙っててやるから、いやらしいことさせろって、って言ったら、あんたなぜ人だって言って警察の人が連れて行かれるっていうね。やばいドラマでしたよね。やばいっすよ。それ1話です。ねえ。濃いんです、1話。超濃厚な脚本だったのはうっすらと覚えてるんですけど、途中で犬が仲間に加わるじゃないですか。それ1話から来るよ。1話でしたっけ？竜でしょ？竜。ピュンピュン演じる竜でしょ？ラムさん詳しすぎません？いや、見立てだからよ。ピュンピュンって。スタッフロールで出るんだよ、ピュンピュン。竜って何台か切り替わらなかったっすか？ずっとピュンピュンのままでしたっけ？ウィキペディアによると、1と2と劇場版すべてピュンピュンすげえな、ピュンピュン。すげえな。1話から出ずっぱりなんすか、ピュンピュン。ピュンピュンは還暦じゃないか？半端ねえな、ピュンピュン。いや、それは覚えてるんですけど、あの犬が唯一の、まあ、仲間みたいな感じで。そうそう。あのね、中島みゆきさんの歌も、ピュンピュンして、あ、違う、竜してんだっていう。確かにあれはなんか犬の視点から見た歌だっていう、もうそれうるっときますけど。それを聞いてさ、なんか、要は、僕は悪にでもなるって歌詞があるでしょ。見てたらね、本当に悪なのよ。竜ちょっとやべえんだよ、あいつ。え、そんなやばいシーンありました？鈴が襲われるとすぐ噛むの。ああ。威嚇で追い払うんじゃなくて、うかって噛んじゃうのよ。だから竜やべえなって。すぐ攻撃に入るっていう。あれはちょっとやりすぎですね、竜は。今だと間違いなく保健所ルートではありますけど。竜、そうだね、2話目から出てこないと思うな。すごいなー。いやー、懐かしい。ね、まあ、見る機会ね、なかなか難しいかもしれませんけどもね。もしあればね、皆さんも。あれ、シーズンいくつまであるんだっけ？ワンとツーだけじゃない。大人気キャラ、エリカ様はツーからだから、俺まだワンの途中だから、エリカ様見れてない。めちゃめちゃハマってるやん。シーズン2の後半、マジやばいっすからね。俺、トラウマになってますから。あと、ほとんどの人死ぬよね。そうっすね。登場人物がね。あんたもっていうキャラクターまで出てきて死ぬから、びっくりする。そうそうそう。いや、ちょっとね、楽しみにして、思い出しながらね、見ていこうかなと思っております。懐かしいですね。え、じゃあもっと昔？漂流教室ってあれだよね。久保塚くんとかが出てたやつ。いやいや、もっと昔です。俺が小さい時、小学生ぐらいの時見てたやつ。家なき子。正解。イエーイ。どういうつながり、俺らの心のつながり方どうなってんの？わかんない、わかんない。マインドみたいな。あのね、俺も全話見たんですよ、家なき子。あ、ほんと？いつ？俺小学生ぐらいの頃に DVD 全部買って。ああ、買って？全部。あれな、今見ると、怒涛の展開すぎてさ。やばいっすよね。1話あたりの密度が濃いな。1話目で起きた事件がさ、なんだ？自分の家に火を放つ、お父さんを警察に売る、介護施設からお金を盗む。なんか、相当のことをやらかしてんだよね。やばかったっすよね。密度濃すぎてよ。うん。ほら、先生の前でパンツ脱いで。先生じゃない。え？おまわりさん。おまわりさんの前でしたっけ、あれ。要は、介護施設からお金を盗んだのを捕まって、警察が来て、警察にもうこんなことしたらダメだぞって言ったら、うるせえよって言い返し出して、このバカ野郎って引っ叩かれた瞬間に、急にパンツを脱いで、
て泣いたら、みんなが入ってきて、うん、どうしたどうしたって入ってきて、この人が黙っててやるから、いやらしいことさせろって、って言ったら、あんたなぜ人だって言って警察の人が連れて行かれるっていうね。やばいドラマでしたよね。やばいっすよ。うん、それ1話です。ねえ。濃いんです、1話。超濃厚な脚本だったのは、うっすらと覚えてるんですけど、うん、濃厚だったね。途中で、犬が仲間に加わるじゃないですか。それ1話から来るよ。1話でしたっけ？竜でしょ？竜。ピュンピュン演じる竜でしょ？なんか詳しすぎません？いや、見立てだからよ。ピュンピュンって。うん、スタッフロールで出るんだよ、ピュンピュン。竜って何代か切り替わらなかったっすか？ずっとピュンピュンのままでしたっけ？ウィキペディアによると、うん、1と2と劇場版すべてピュンピュンって書いてある。すげえな、ピュンピュン。すげえな。1話から出ずっぱりなんですか、ピュンピュン。ピュンピュンは還暦じゃないか？半端ねえな、ピュンピュン。多分いや、それは覚えてるんですけど、あの犬が唯一の、まあ、仲間みたいな感じで。そうそう。あのね、うん、中島みゆきさんの歌も、ピュンピュンして、違う、竜視点だっていう。うん、確かに、あれはなんか犬の視点から見た歌だっていう。もうそれうるっときますけどね。それを聞いてさ、うん、なんか、要は、僕は悪にでもなるって歌詞があるでしょ。うんうん、見てたらね、本当に悪なのよ。うん竜ちょっとやべえんだよ、あいつ。え、そんなやばいシーンありました？鈴が襲われるとすぐ噛むの。あー。威嚇で追い払うんじゃなくて、はいはいはい、ガンって噛んじゃうのよ。うん。だから竜やべえなって。すぐ攻撃に入るっていう。うん、あれはちょっとやりすぎですね、竜は、まあ。今だと間違いなく保健所ルートではありますけど。竜ですね、2話目から出てこないと思うな。すごいなー。うんいやー懐かしい。ね、まあ見る機会ね、なかなか難しいかもしれませんけどもね。もしあればね、皆さんも。あれ、シーズンいくつまであるんだっけ？1と2だ。わかんないですね。もう宇宙船の時とかもわけわかんない。なんて言ったらなんか、ピュマピュマみたいな、ピュワーって言ってるだけで。そうそう。誰かが。それですよ。でもテレビないからアニメを触れるにはそれしかなかった。ああ、そうかそうか。うん、はい、それでは早々始めていきます。スターラジオ社アナムネス、最後までよろしくお願いします。改めまして、中村雄一です。マフィア・カジタです。まあ、近況。ラジオね、うん、そう、うん、テレビを聞くっていうのは、僕は小さい時やりましたね。ラジオでテレビを聞くは。その頃もテレビの電波ってラジオに入ったんですか？ね、入り出した頃なのよ。だから、小さい時テレビ買ってもらえないじゃん、自分専用で。それで、カジタ君とまあ一緒なんだけど、仕方なくアニメをラジオで聞く、音だけで楽しむとかはね、あったし、あと、俺らの世代だと、カセットブックみたいな、テレビのやつ、アニメほぼそのまんまの音声だけ抜いたような、あれ、オフィシャルだよね。日本コロンビアさんとかから出てたと思うんですけども、そういうのが売られてて、カセットテープでそのアニメの話数っぽいやつ、もうガンガン水入ってて何が起きてるか、ま、さっぱりわかんないんだよ。それはまだビデオが高価だった時代ですか？っていうか、まあ、ビデオテープで買うっつっても1話あたり高かったな、当時は。高かった時代なんですね。だからカセットはまだ生き残ってたと。ああ、そうそう。音だけでも需要があったし、うん、CD になってもしばらく出てたよ。うん、そういうの。名エピソードみたいなやつだけを CD に音声トラックとして入れてるっていうのは。はあ、やっぱ人間の想像力に頼った、なんていうかコンテンツではありますけれども、ね、あった、ね、ビデオ、ね、アニメのビデオとかが割と買われるようになったの、うん、多分エヴァンゲリオンからだよ。ああ。ビデオテープだったけど当時も、LD とビデオだったけど、はいはいはい、あの辺から、まあ2話6000円ぐらいだって高かったけど、うん、でもなんか、買って集めようみたいなのが増え出した。レンタルじゃなくてっていうのが。確かにそうだ。うん。ちなみに小さい頃その、聞いてたアニメってのは何だったの、世代的に。何聞いたっけな。何のアニメを聞いてたんですか、その時は。特に意識もしてないんじゃないか。狼少年剣とかですか。俺どこにいるの？そんなものやってないんですよ。さすがにやってねえよ。エイトマンですか？エイトマン？白黒だよね。ちょっと前すぎました。俺、自分より前の世代ってちょっと、実は、踏み切れないところがあって。エイトマンやってませんよ。じゃあもうちょい後の世代になって、うん、カラーのジャングル大帝とかですか？カラーのはいらないよ。もう気がついたカラーだったよ。そう天然色だったよ。なるほど。ジャングル大帝以後ですね。ジャングル大帝以後だね。うん、大体のやつじゃないか、じゃあ。なんだろう、その世代って。俺が、ああ、そうね。ドラゴンボールの初代が小学生の時やってたね。じゃあ、そのくらい。あられちゃんとかが。買って。ああ、買って全部。あれな、今見ると、怒涛の展開すぎてさ。やばいっすよね。1話あたりの密度が濃いな。ええー。1話目で起きた事件がさ、うん、
なんだ、自分の家に火を放つ、お父さんを警察に売る、介護施設からお金を盗む、なんか相当のことをやらかしてんだよね。やばかったっすよね。密度濃すぎてよ。うん、ほら、あの先生の前でパンツ脱いで。先生じゃない、え、おまわりさん。おまわりさんの前でしたっけ、あれ。お、あの、要は介護施設からお金を盗んだの、うん、捕まって、うん、警察が来て、うん、警察にもうこんなことしちゃダメだぞって言ったら、うん、うるせえよって言い返し出して、うんうんうん、このバカ野郎って引っ張られた瞬間に、うん、急にパンツを脱いで、うん、ええー、ああそうか、そんな時だ。泣いたらみんなが入ってきて、うん、どうしたどうしたって入ってきて、この人が黙っててやるからいやらしいことさせろってって言ったら、あんたなぜ人だって言って警察の人が連れて行かれるっていうね。やばいドラマでしたよね。やばいっすよ、うん、ええ、それ1話ですねえ濃いんです1話。超濃厚な脚本だったのはうっすらと覚えてるんですけど、うん、あの濃厚だったね。途中で犬が仲間に加わるじゃないですか。それ1話から来るよ。1話でしたっけ。竜でしょ。竜、ピュンピュン演じる竜でしょ。なんか詳しすぎません。いや、見立てだからよ。ピュンピュンって、うん、スタッフロールで出るんだよ、ピュンピュン。竜って何代か切り替わらなかったっすか。ずっとピュンピュンのままでしたっけ。ウィキペディアによると、うん、1と2と劇場版すべてピュンピュンって。すげえな、ピュンピュン。すげえな。1話から出ずっぱりなんですか、ピュンピュン。ピュンピュンは還暦じゃないか。半端ねえな、ピュンピュン。いや、それは覚えてるんですけど、あの犬が唯一の、まあ、仲間みたいな感じで。そうそう。あのね、うん、中島みゆきさんの歌も、ピュンピュンして、あ、違う、竜視点だっていう。うん、確かにあれはなんか犬の視点から見た歌だって言う。もうそれうるってきますけど、ね、それを聞いてさ、うん、なんか、要は、僕は悪にでもなるって歌詞があるでしょ。うんうん、見てたらね、本当に悪なのよ。竜ちょっとやべえんだよ、あいつ。え、そんなやばいシーンありました？鈴が襲われるとすぐ噛むの。ああ。威嚇で追い払うんじゃなくて、はいはいはい、ガンって噛んじゃうのよ。うん、だから竜やべえなって。すぐ攻撃に入るっていう。うん、あれはちょっとやりすぎですね、竜は、まあ。今だと間違いなく保健所ルートではありますけど。竜ですね、2話目から出てこないと思うな。すごいなぁ、うん。いやー、懐かしい。ね、まあ見る機会ね、なかなか難しいかもしれませんけどもね。もしあればね、皆さんも。あれ、シーズンいくつまであるんだっけ？1と2だけじゃない。大人気キャラエリカ様は2からだから、俺まだ1の途中だから、エリカ様見れてないけど。めちゃめちゃハマってるやん。シーズン2の後半マジやばいっすからね。俺、トラウマになってますから。あとほとんどの人死ぬよね。うん、そうっすね。登場人物がね。うん。え？あんたもっていうキャラクターまで出てきて死ぬから、びっくりする。そうそうそう。いや、ちょっとね、楽しみにして、思い出しながらね、見ていこうかなと思っております。懐かしいですね。